はい、今日はフルボディというビールを飲みます。これはサントリーの、コンビニ限定商品です。アルコール度がね、7%もあってね、力強い味わいのあるのビールなんだよ。ほら、いい感じでしょうが。ちょっと泡が多すぎたかな。一回こう注いだ後に、そうですね、二回に分けて注ぐといいですね。ちょっと待ちましょう。で、そろりそろりとこう注いでいくと、泡が盛り上がって。はい、こんな感じで。はい。じゃあ、いただきます。ああ、ビールの香りが強いですね。ああ、美味しい。ああ、ここにおつまみがありますよ、ほら。これ何だと思いますか？これね、サーラっていう食べ物なんですよ。実はこれ、豚の脂身なんです。薄く切ったもんです。ウクライナの珍味です。本当はウォッカと一緒に飲むといいんだよね。ウォッカを飲みながらこれをつまむと最高なんだよね。じゃあウォッカも飲んじゃえ。あ、持ってきちゃった、ウォッカ。はい。ルースキー・スタンダルト。乾杯。さらに、ウォッカにサラ、大変よく合います。強烈。一杯だけにしとこう。薄いでしょう。どうしたらこういうふうに薄く切れるか。答えは簡単。大根の皮むきとかを使うんです。やっぱ秋になるとこういうフルボディ系のものは体が求めるね。秋、冬か、もう秋じゃねえな、もう冬だな、12月だし。限定醸造ですよ。コンビニ限定だけ。今の時期だけですよ。買いに行った方がいいですよ。美味しいから。味が濃くてうまいよな。終わり。